ようこそ高山優子です。今回はインスタグラムの方で質問を募集させていただきましたので、それをお答えしていこうと思います。で、事前にですね、同じ質問とかこの質問にはさすがに答えられないなっていう質問は割愛させていただきますので、ご了承ください。それでは質問レッツゴー。ウィザードで初めて見てからずっと好きです。ありがとうございます。私のインスタとか YouTube とか見てくださる方はやっぱりウィザードから私のことを知ったよっていう方が多いのでね、すごく嬉しいですこんな感じでねやっていきますね。小中高の時の部活を教えてください。小学校ではミニバスをやってました。バスケットですね。4年生から6年生までやってました。で、中学校1年生では陸上のハードルをやってました。で、中学2年生からソフトテニス部ですね。もう中学2年生からこの芸能のお仕事を始めたので、そのあたりからだいぶ幽霊部員になってますで、高校に入ってからよさこいを始めました。私と言ったらよさこいっていう風に思ってる方もいるかもしれない次、高校の時の部活を教えてください。なぜその部活にしようとしたか知りたいです。いい流れですね高校の時はよさこい同好会に入りました。一応同好会なんだけど、形としてはダンス部みたいな形だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。入りたいと思った理由は明確に覚えてて、部活動紹介って あると思うんですけど、その時に先輩たちが踊ってたのを見てかっこいいなと思ったんですよ。その時私初めてよさこいっていうものを見たんですよね。知らない方もいらっしゃると思うんですけど、よさこいって鳴子っていう鳴り物とか、まあ、チームによっては扇子とか提灯とかね、いろんな小道具を使ったりとか、あとダンスと違うのが踊りながら声をね出すんですよ。そいやーとかね、掛け声みたいなものが入るんですけど、それがねなんかすごく胸打たれた、迫力みたいなものを感じてかっこいいなって思った。それが一つの理由で、もう一つはこれをもし踊れるようになったらオーディションで使えるんじゃないかって思ったんですよ私もともと踊ることがすっごく苦手で、リズム感はある方だと思う。リズムゲームとかすごく好きで得意だったので、なんだけどそのリズムみたいなものを体で表現するのが苦手だったんですよ。だから過去にねオーディションでこの曲に合わせてちょっとまあ踊ってみてくださいみたいなことがあってその時に踊ったのがなんか本当にこんな感じの誇張してるけど、もう本当にこういう風にこんな感じのこんな感じの踊りをした覚えがあるいや本当にね体で表すのが苦手だったの でこれを踊れるようになったら本当にオーディションで趣味とか特技としてアピールして、オーディションを受けてるたくさんの中からちょっと目立てるんじゃないかなってそういう横島な気持ちで入りましたウィザードで大変だったことは何ですか。まあ撮影はそもそも大変だとは思うんですけど、ウィザードに限らず特撮で大変だなって思うのは、とにかくね朝が早い。始発に乗ってギリギリ間に合うか間に合わないかぐらいの週5時間やっぱね東映がそもそも遠いんですよ。なんか特撮系って現場が違うところでも毎回東映に集合するんですよ。今はどうか分かんないけどね、当時は一回必ず東映に集合してからそこでメイクとお着替えをして移動っていう感じだったんですよね。それがきつかった応援してます。高山さんに質問です。野球好きですか。野球は好きです。
最近はね全然見れてないんですけど、今の旦那さんが野球がすごく好きで、その影響で野球を見るようになりました。何度か東京ドームに試合を見に行ったことがあります。最近はちょっと見れてないんだけど、毎年甲子園は見てます。甲子園ってね本当に感動するんだよね。今年も皆さん頑張ってください旦那さんとの出会い、馴れ初めについて言える範囲内で、はい、今さらっと話しましたけど、私インスタでしか報告してなくって、今ここで知ったっていう人もいるかもしれないんですけど、私実は、2019年の11月に入籍をしました。なので既婚者です。馴れ初めか、全く芸能とは関係ないお仕事をしてる方なので、あんまりねこういうところで話すのはどうなのかなって思ってるんですけど、まあ言うとしたら、長くお付き合いをしてタイミングをなくしてたみたいなものは、あるんだけど、でそういう時に、令和元年っていうね新しい年号が決まったので、そのタイミングで入籍しようっていう形になって入籍をしました。まあ旦那さんの話はこれくらいで勘弁してください高山優子さんの写真集が発売されるのはいつですか？それを見たい。あら、そういう風に言ってもらえるのは嬉しいですけど、今のところ予定はありません今年ウィザード10周年ですね。みんなで集まったりしますか？ウィザード10周年ですね。本当にもう10年も経つんだね。10周年みんなで集まったりとかを特に考えてないです好きな曲を教えてください。好きな曲、あんまりなんかこの曲好き、この曲好きみたいなのってなくって、その時々に流行ったものを聞くような感じ。でもこの何年かでよく聴いているのはオフィシャルヒゲダンディズムさんとミセスグリーンアップルさんかな。好きなキャラクターを教えてください。好きなキャラクターっていうのはアニメとかのキャラクターでいいのかな。まあアニメだったらテレビに映るたびに発狂していたキャラクターは進撃の巨人のリヴァイ兵長ですいやもうさ、かっこいいじゃんリヴァイ兵長。もうあのリヴァイ兵長の登場シーンはもうなんか、来る来る来るみたいな来たーっていう兵長ーっていう感じだっただいぶ痛い女な感じでした推しが好きすぎて現実見れない。いや、わかる気がする。私、二次元に推しがいるんですよ。その二次元のね、キャラクターを見てるときは、もう本当に癒されるの。セリフとかもさ、なんか甘々なセリフとか聞いてさ、あ、好きって思うんだけど、なんか、ふとね、現実戻ったときに、あれ、なんかいつの間にかすっごい課金してるってなってる本当に現実に戻りたくなくなる。推し活ってでも楽しいから、好きなものにお金かける分にはね普通にいいと思いますよって言い聞かせてる次行きます。りんこちゃんの時から大好きです。りんこちゃんは僕の希望です。ありがとうございます。作品を好きになってもらえるのも嬉しいし、キャラクターを好きになってもらえるのも嬉しいし、もうなんかそういう風に思ってもらえるだけでもう本当に心があったかくなる、私も応援してくれる皆さんが私の希望だから、本当に本当にありがたいです。趣味は何ですか？そうだね、まあこの YouTube チャンネルでも上げてますけど、まあ、ゲームかな。あとはアニメ見るのも好きだし、あと歌うことが好きです。よくカラオケとか行ってました。ハモリを歌うことがすごく好きで、カラオケに行くと友達にメインパートを歌ってもらってハモリを歌わせてもらうみたいなことをよくやってましたね。はい、 YouTube で歌ってみた、やってほしいです。聞きたいですかいや実はやりたいなとは思ってて、ただちょっと今ゲームで手一杯で間に合ってない感じですね
でもいつかやりたい、いつかやりたいので待っててもらえると嬉しいです。まあみんなが私の歌聞きたいかどうかは知らんけど新潟のおすすめベスト3教えて。ベスト3っていうのは食べ物かな、それとも場所。私高校までしか新潟にいなかったんですよ。学生の時ってやっぱり行くところってなるとカラオケとかさ、ご飯食べに行ってもファストフード店とかねってなっちゃうからあんまり詳しくないんですけど、最近新潟帰って思ったのは新潟駅がすごく進化してる。日本酒の試飲ができるところができたんですよ。たくさんね日本酒が置いてあって、で飲みたいものにコインを入れるとなんかおちょこぐらい の日本酒が出てきて試飲ができるっていう、すごいなと思って。長岡駅にもあるのかな、ぜひねそれは試してみるといいと思う。あとはなんだろうな、やっぱ花火大会、長岡の花火大会は本当に人生に1回は行った方がいいと思う。あのねあれはやっぱり生で見るのが一番感動する、うん、それはねぜひ。あとはそうだな、私が学生の頃よく行ってたのは新潟市の万代っていう場所ですね。もう若者の集まるスポットっていうか、遊ぶならもう万代みたいなところがあったかな。 YouTube の編集は独学ですか、一つアップするのにどれくらいかかりますか。独学です。 YouTube とかネットで調べてやってます。独学って言うのかなそれ編集はですね、最初はめちゃめちゃ時間かかりました。自己紹介動画がすごくかかって2週間ぐらいかかったかな、あの 6,7 分の動画を作るのにそれぐらいかかった気がする。動画見てくださった方ならわかると思うんだけど、オープニングと、まあ、エンディングとあとシーン切り替えのこうアニメーションが入ってるんですよ。それを作るのに時間をめちゃめちゃかけました。でもゲーム実況の方は、大体一つの動画を作るのに丸1日編集すれば完成するかなっていう感じですね。2日に1回ぐらいのペースで出せるくらいにはなりたいなって思ってるでもなんかね、編集に追われすぎてなんか夢で、やばい動画投稿しなきゃみたいな夢を見るようになったの。やばい追われてるなんか頑張ります。好きなタイプなんですか。好きなタイプっていうのは男性のタイプで合ってますポケモンのタイプとかじゃないよねポケモンのタイプは何タイプが好きですかみたいなことじゃないよね好きな男性のタイプね、ちょっとずるいかもしれないけど私は好きになった人が好きなタイプです好きな人の好きなものを好きになるタイプ、うん、結構単純な女ですはい次。転職活動中で将来のことを悩んでます、応援のメッセージいただけたら幸いです。あら転職活動中で大変ですね。今は転職サイトとかねよく CM とかでも流れてますしたくさんあると思うんですけど、やっぱりそれでも転職って難しいですよね。前の職場が肌に合わなかったのかどうなのかわからないけど、必ずあなたに合う仕事があるはずだから、それが見つかるまで焦らず頑張ってください。頑張ってるか、頑張ってる人に頑張ってくださいっていうのなんか好きじゃないんだよね。だからいい転職先が見つかることを心から祈ってます。また仮面ライダーの出演オファーがあったら出ますか。もちろんオファーいただけたらもう心よく受けさせていただきますっていう形です待ってますどんな美白ケアしてますか。してないんですよ。いやなんかしてないって言うと嘘だって思うじゃん。いやなんかもう本当にこの年になって本当にやってないのかよっていう風に思うぐらいそういうとこ鈍感なんですよ。いやもう本当にね、まあ、良くないのは分かってんの。
けどなんかね、あんま美容にお金をかけないタイプ。逆にね、なんかおすすめのね美白ケアとかあったら教えてほしいぐらいですね。資格や検定でチャレンジしたいものはありますか？あー、そうだな、資格はね一つ持っとくとすごくいいって言うけど、私が気になったのはイラスト講座みたいなのの資格っていうか検定っていうかわかんないけど、通信の講座みたいなのがあって、そういうの学べるのはいいかもなって思ったけど結局断念したっていうウィザードが大好き、誠さんも大好き、もちろん高山さんも大好きですありがとうございます。私ももう福中誠ちゃん大好きただめっちゃこの言い方だと私ついで感すごくない嬉しいけどね、ありがとうございます。特撮、アニメ、ゲーム、その他の娯楽、何が一番好きですか？この中だったらゲームかな。アニメもすごく好きだけど、今はもうゲームで手一杯でアニメ見れてないんですよ。それはちょっと悔しいんだけど、ゲームはね昔から好きなので。相変わらず可愛いね。相変わらずね、相変わらず可愛いね、ありがとうございます。そんなことないんですけどね。罰ゲームで顔面ストッキングと鼻フックならどっちがいい？なんか全然違うタイプだけど、鼻フックは嫌です。そこまで体張りたくないかもしれない。顔面ストッキングはまあいいでしょう、ただブスになるだけだから。でも普通にね危ないからやっちゃいけないと思うって言って逃げたいウィザードやその他出演した仮面ライダーの共演者と会うことはありますか？基本ないです。会うのはウィザードで一緒だった奥中まことちゃん、まこっちゃんですね。まこっちゃんとは割と定期的にご飯行ったりとかしてましたね。マリオカートで7位以下で即パイ投げ企画とかやってほしい。パイ投げって何？あれって自分で用意できるもんなの？でもマリオカートはちょっとやりたいなと思ってます。普通にゲーム実況としてね。いつか視聴者参加型とかできたらいいなとか思ってるんですけど、もしねそれが実現したら皆さんも参加待ってます。パンスト被って思いっきり引っ張っても可愛くいられるかやってほしい。何なんだそれ。パンスト被ったらもうみんなブサイクなるでしょ。そういうもんでしょ。いる？可愛くいられる人って。もうそれはもうあれよな、もう何やっても可愛い人だよね。羨ましい。ゆうこちゃんの逮捕しちゃうぞがまた聞きたいです。あらららららこれを知ってるってことは舞台挨拶に来てくださってた方なのかな、どうなのかないやこれね多分ね映像の方ではやってないんですよ。舞台挨拶の自己紹介とかでなんか面白いことできないかなって考えた末にたどり着いたのが逮捕しちゃうぞだった気がする。マジか、久しぶりだな。仕方ないですね。そんなことを要求しちゃうあなたのこと逮捕しちゃうぞ。あれこんなだった逮捕しちゃうぞ、逮捕しちゃうぞもう分かんない。航空自衛隊の映画見て自衛隊受験しました。いろいろあって断念してしまいましたが、空へ救いの翼レスキューウィングスっていう映画をですね主演で出させていただいた時のものですね。自衛隊の映画っていうのはそれを見てくださったのも嬉しいし、それを見て目指そうと思ってくれたのが嬉しいですね。でもそういう風に人のためになりたいっていう気持ちはすごく尊敬するので、違うことでね人の役に立てるように頑張ってもらいたいですね。まこっちゃんとコラボしてほしい。いやわかるいろんな方にねコラボしてほしいっていう風にコメントいただくんですけど、私だってねやりたいと思ってますよ。だから皆さん実現できる日を祈っといてください鼻フックでペットボトル何本入れれるか見てみたい。これ絶対同じ人でしょ、鼻フックの人とねえやりません、鼻広がっちゃうから今ハマっていることは何ですか？ハマってることか、ゲームだね。ゲームなんだけど、最近実況ではやってないんだけど、普通に原神っていうゲームにハマってますやっぱあれをね一から撮影するのはちょっとしんどかったんで、
普通にプライベートで友達と遊んでます。それはね、最近ちょっとハマってるかもしれない。撮影の合間に遊んでますよその時思ったんだけど、なんて言われたか忘れちゃった。嬉しい、ありがとうございます。あー、やっぱり10周年皆さん気になってますねやっほやっほ